皆さんこんにちは。世界の坂本と少佐、世界中から愛された坂本龍一さんが3月28日に亡くなっていたことが報じられました。所属レコード会社は公式サイトで、2020年6月に見つかったがんの治療を受けながらも、体調の良い日は自宅内のスタジオで創作活動を続け、最後まで音楽と共にある日々でしたと明かし、これまで坂本の活動を応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして病気治癒を目指し最善を尽くしてくださった日米の医療従事者の皆様に改めて深くご礼申し上げますと綴り、坂本自身の強い意志により葬儀は近親者のみで済ませておりますことをご報告いたします。また弔問、ご香典、ご供花につきましても謹んで辞退申し上げますと追悼しています。また所属レコード会社は、最後に坂本が好んだ一節をご紹介します。芸術は長く、人生は短し、と綴りました。今回は坂本龍一さんの元妻で知られる矢野顕子さんの現在や坂本龍一さんとの離婚理由について振り返りたいと思います。矢野顕子さんは70年代から活動しているシンガーソングライターで、現在はアメリカ・ニューヨークを拠点に活動を続けています。彼女のスタイルはピアノの弾き語りで、これまでに数多くの楽曲を世に送り出しています。矢野顕子さんは幼少期の頃からピアノのレッスンに通っていて、当時は鍵盤にカミソリを置いて練習など非常に厳しいものだったそうです。ですがその甲斐あってか、彼女は子供の頃からかなりピアノが上手だったようで、一日の出来事を即興で歌とピアノで表現するなどしていたのだそうです。さらにピアノの発表会でも即興アレンジを披露していたようで、音楽の才能は当時からかなりのものでした。そして矢野顕子さんは中学に上がるとジャズを頻繁に聴くようになり、父親と一緒にジャズ喫茶に通い詰めていたんだそうです。その影響もあって独学でジャズを弾くようになり、高校に上がると軽音部に入部。ですが軽音部ではロックがメインだったことに落胆し、後に部活の先輩からレストランのピアノの演奏の仕事を紹介してもらい活動するようになりました。その後高校を中退するとピアノ弾きとして活動するようになり、ジャズクラブで演奏をしていたんだそうです。その評判は瞬く間に広がり、作曲家の堤恭平などから声をかけられ、プロのシンガーソングライターとして活動するようになります。1973年にファーストアルバムの制作に取り掛かり、1974年にシングル「ある日」でプロ歌手デビューを果たしました。ちなみにこの時はバンド名義になっていて、ザリバのボーカルとしてデビューしました。矢野顕子の元旦那は人気ミュージシャンの坂本龍一さんで、2人の結婚はビッグカップルとして当時は大きな話題になりました。ただ結婚生活はあまり続かなかったようで、後に離婚しています。矢野顕子さんと坂本龍一さんの馴れ初めは、矢野顕子さんが当時坂本龍一さんが所属していた YMO のワールドツアーに参加したことがきっかけだと言われています。またアプローチは坂本龍一さんの方からだったようで、彼が一目惚れをしてしまったのだとか。矢野顕子さんと坂本龍一さんの2人は関係を持つようになってからすぐに子供を妊娠出産し、事実婚のような関係になりました。2人は結婚することもなく、当時は結婚式や入籍については世俗っぽいという理由でしなかったのだとか。2人は事実婚という形で関係を続けてきましたが、その後子供娘が2歳になったのを機に結婚、晴れて夫婦となりました。2人が結婚したのは1982年のことで、当時は大きな話題になりました。矢野顕子さんは坂本龍一さんと関係を築く前に矢野誠さんという男性と結婚していました。矢野誠さんはミュージシャンとしてだけでなく作曲家としても有名で、彼女のデビューを支えた一人でもあります。2人の結婚は子供長男を妊娠したことがきっかけで、坂本龍一さんと関係を持ち始める前の1979年に離婚が成立しています。坂本龍一さんは矢野顕子さんと関係を持った当時別の女性と結婚していたようで、すでに離婚の話は進んでいたのだそうです。彼は大学時代に結婚していたようで、お相手の女性は一般人女性だということです。矢野顕子さんと坂本龍一さんの結婚生活はそう長くは続かなかったようで、
1990年に夫婦で渡米するも、1992年にはすでに別居していました。その後2人の別居は14年も続き、別居前からすでに坂本龍一さんは家に帰ることが少なかったのだとか。矢野顕子さんと坂本龍一さんの2人は長年にわたって別居を続けていましたが、2006年にやっと離婚が決定しました。なぜここまで離婚協議が長引いたのかは分かりませんが、双方が納得いく答えがなかなか出なかったのだと思われます。2人の離婚や別居の理由は愛人だと言われていて、なんと結婚してすぐに坂本龍一さんに愛人ができてしまったのだそうです。さらに彼はアメリカに愛人を呼び寄せていて、渡米してからも愛人のところに入り浸っていたのだとか。矢野顕子さんと坂本龍一さんはすでに離婚していたと思っていた人も多く、今さらという声が多く上がったようです。協議が長引く一因となった慰謝料は5億円や6億円とも言われています。坂本龍一の愛人と言われていたのは彼のマネージャーを務めていた女性で、なんと2人の間には隠し子がいることも発覚。さらに彼は隠し子を矢野顕子さんに預けて愛人女性と一緒に旅行に出かけたこともあったようで、彼女にとってはとても辛い日々だったのは言うまでもありません。矢野顕子さんと坂本龍一さんの2人は離婚協議がかなり長引いたことで知られていますが、その理由として挙げられるのは慰謝料だと言われています。坂本龍一さんに要求された慰謝料は5、6億円だと言われていて、その莫大な金額ゆえに長引いてしまったと言われています。そんな矢野顕子さんの現在ですが、坂本龍一さんと離婚して以降再婚はしていないようで、現在も独身であることが分かっています。ただ活動拠点は現在もアメリカのようで、シンガーソングライターとして活動を続けています。矢野顕子さんと坂本龍一さんの間に生まれた子供は坂本美羽という名前で、美羽という名前は父親である坂本龍一さんが名付けたのだそうです。現在はすでに成人していて、両親と同じくミュージシャンとして活動しています。坂本美羽さんは生まれた当時、母親からうんこと名付けられそうになっていたことを明かしていて、最後までミュとうんこの2つで悩んでいたのだそうです。ここまで矢野顕子さんと坂本龍一さんの2人について馴れ初めから結婚、そして離婚の原因までをまとめてみました。2人は YMO のツアーがきっかけで出会い、すぐに子供を妊娠出産しました。ですが結婚生活は長く続かず、坂本龍一が愛人と出て行ってしまい、すぐに別居生活となります。2006年に離婚が成立していて、現在も独身を貫いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。